福気候期に現在のヨーロッパに生息していたティタノサウルス類の流脚類恐竜の属の一つである。かつては体長15メートルほどと推定されていたが、近年は12メートルほどで体重が7.3から14.5トンほどとされているヒプセロサウルスの化石ヒプセロサウルスはフランス・プロバンス地方で発見された断片的な化石に基づいて1846年に 地質学者、ピエール・エミール・フィリペ・マスレンにより記載され、1869年に公式に命名された。マスレンはこの動物を巨大なワニと考えていた。俗名は古代ギリシャ語で、高いもしくは、ソビータツを意味するプサイイータラムだと、トカゲを意味するシグマアルファウプシロンローから派生している。ヒップセロサウルスの足は、比較的がっしりしていた。 1846年に以降フランスで発見された卵の化石がマスレント・ポールジェ・ルベによりヒップセロサウルスのものとされており、これは発見より数十年にわたって恐竜とは認識されていなかったものの、実際には最古の恐竜の卵の発見であった。これらの卵は得意に大きく、外周は30センチメートルほどある。 化石からの年齢査定の研究が行われているものの、決定的ではなく、数十年から数百年の幅のある結果が得られている。ヒップセラソリスプリスカスのものとされている以上に、殻の薄い卵が発見されている。これは種の絶滅に起因するもので、植生の変化、気候の変化及び過密化が殻の薄化現象の原動力であると推定する研究者もいる。しかし、 卵角の薄皮病的なものではないとする対立仮説もある。後に問題となっている卵が正常に孵化したという証拠が見つかった。殻の薄いヒップセラソリスプリスカスの卵は実際には別の殻の薄い分類群のものであると言うと仮定した研究者もおり、この案は皇族の研究者にも支持されるようになった。他の可能性としては、 空の厚さのバリエーションは薄いものが若い個体、厚いものがより年長な個体が生んだものであるか、空の厚さのバリエーションは、単一種の中での自然なバリエーションの結果である、可能性がある。ありがとうございます。